10回目のガチャ、いきましょう。10回目じゃない、7回目です。もう特攻センスもパンパンになってきたんで、いいんじゃないですかね。この一撃にかけて。ガンガン走ってもいいと思いますね。出れないね。よし、って言ったぞ。強くないですかこれ。セブンイレブンで84ってことは、8、9、10、11、4枚抜きいくんじゃない？どう？ここはキープね。次いいよ。よし、3枚抜き。山口のヘニキ選手ね。はい。ブルルルルーン。ああ、打っちゃったね、さっきね。はい。よし。よし。チアゴ・マルチンス。よし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 。銀ついてるで。ああ、パーフェクトスティール、ピンポイントフィードか。まあ、いっぱいあるから、チアゴ・マルチンスも。OK でしょう。銀は、ここと、長沼選手はいかんね。金確定ですね、これ。奇跡ここで発動。金確定と銀をもう一枚つけると。これも銀以上ですね、完全にね。やってくれました。はい。特攻にはいいですね。そしてちょっともう一回見ますと、これ慣れてないんでね。はいはいはい、篠原選手あたり空いてますね。銀を持ってる選手、そしてヘニキ選手か。ヘニキに銀がつけばヘニキでいきたいね。銀一発で何ポイント？これは C で600ね。はあ、はあははあ。まあ、篠原選手でいっか。ここにまずトレーニングじゃなくて。フュージョンで、ここはね、どうしたらいい？ちょっとヘニキに行ってみましょうか、先。でもヘニキが来ても、待てよ。これがあるからな。これがあるから、待って、コウ選手打っちゃう、まず。コウの単品を。この辺、あ、C か、これは。これか。C はでもダメってことですね。ちょっともう一回見させてもらって。結局 C 一本じゃ話にならんと。C ダブルだと話にもならんね。これ何？土井翔馬どうなってる？これですね。D3 発か。こ
これまた弱いんじゃないですか、結構300300300って900だもんね。これ土井翔も弾かれるね。これで候補としてトイチ選手、まあ、ヘニキのところに行っていいか、一発まず銀を、うん、それでいいね。ということは選手見ていただくと、まあ、この辺はダメですね。この辺は、パク選手はフュージョンです。やっときましょう。強くなる強くなる。何これ好調なの。これやってくれました。 A と B とディフェンス、ディフェンスはまあテクニックはいいね。これでいいですね。緊張の瞬間、大前秘訣ですね。結局7回じゃ引けない、ね、運命のシュートが今、さあ行ったぞ。引けないね。いやいやいや、何今の。金かい。トイチさんの候補が、これか。これフュージョンさせちゃおうか。限界を超えた。やりました。うん、これでいいです。3枚線、綾瀬、強いんだな。シルバー2枚か。下回るってことはないか、ヘニキを。ヘニキの方が上いくな。うん、なんということだ。これプラスこれでヘニキを。でしょう。やりました、うん、BCC でね。はい、見ましょうか。7週7回やった結果33,000。ヘニキ来た。はい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 、土井翔馬がもうダメだったってことだね。あと高選手もいまいちだったと。うん、高選手のこの C のやつは売っちゃっていいね。7-74のやつ。であとはもうガチャチケで狙おうか。それしかないね。はい。マルチンス持ってるんですかね。これあるね、マルチンスね。うん。強いね。これが強いから。はい。終了後にフュージョン。はい。ということで、今日のガチャいっぱいやりました。7回やりましたので、ちょっと戦力をアップしましたんで、これで走っていきたいと思います。目標は、ひとまずは300位かな。あまりやりすぎて、ちょっと場も減らさないようにしたいと思います。ありがとうございました。